チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木崎ですガンは日本人の二人に一人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたしますおはようございますチェンジの時がんサバイバーストーリーまずはリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介しましょう2年前サラリーマン人生を終えた65歳埼玉県在住の男性ですという方からです 引退後も受診している今年4月の人間ドックで前立腺癌の疑いの診断精密検査の結果前立腺癌の早期発見でしたこの番組のおかげで早期発見につながり感謝しかありません サバイバーの仲間入りですがこれからの治療に前向きに向き合いますということですいやゲストのお話お聞きしていましても前向きな気持ちこそが何よりの武器になるかと思いますご自身のお話を共有してくださってありがとうございましたそれではゲストをご紹介しましょう 元ジャパンラグビートップリーグの選手で現在はスコットランド最高峰リーグでの日本人最初の契約選手を目指して挑戦中の靴名健太さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします日本人初の契約選手を目指されているということでこれまで例えばアジアもないんですかそうですねラグビーが生まれたイギリスのその中でも、えー、北部にあったらスコットランドかなり歴史があるんですけど 挑戦を表明してこうは海を渡った選手はいなかったので僕がそのファーストペンギンになろうという思いで今プレイしていますわあそのあたりの話今日本当に楽しみにしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは靴野さんのプロフィール簡単にご紹介しますね靴野健太さんは1994年愛媛県の生まれです5歳からラグビーを始めて高校時代は3年連続で花園に出場されました 卒業後筑波大学に入学し2016年にはラグビー部主将を務めています大学卒業後はジャパンラグビートップリーグでプレーし世界各国の代表選手と共に戦いましたが2021年シーズン終了後に退団その4ヶ月後に膀胱がんを発症 入院生活の中で命の尊さと人生の時間の有限さを感じプロ選手をもう一度目指すことを決意して2023年4月にラグビーの母国イギリスへ現在もスコットランド国内の最高峰リーグでの日本人最初の契約選手になるために挑戦中です。ポジションンはスタンドフとフとルバックということですね。 はい、今、スコットランドから帰国されて日本にいらっしゃるタイミングでご出演、はい、ということになりました。あありがとうございます, <laughs> あいますあのスコットランドに行くことになったきっかけはやはりこの癌の発症というのはいもう本当にそれですね、うん、あの癌になってあの一度きりの人生何がしたいかということをすごく考える時間を得まして、うんえー、やっぱりラグビーが生まれたイギリスに強い憧れがありました。 なので、えー、行ってみたいっていう思いに駆られて決断しましたねもう本当にその挑戦する心と行動力がすごいなと改めて思いますけれども、はい、具体的に伺っていきますね、はい、あのスコットランドではどんな暮らしなんでしょうか、はいえー、現在スコットランドのサンブリーグでプレーしてます、えー、そのリーグはですねアマチュアリーグなので、えー、クラブからお金は出ません、うん、なので今はですね引っ越しの仕事をしておりますあの現地の、えー 会社に就職して、基本的には月曜日から金曜日、朝から晩までお引っ越しの手伝いをして、その後にラグビーのトレーニングといった感じですね。いや、日本のトップリーグにいらっしゃって、はい、本当に挑戦する気持ちで、スコットランドのその三部から始めるっていうことですよね。はい。三。 の皆さんはまあお仕事を持ちながらトップリーグを目指しながらラグビーされてる方が皆さんほとんどそうということなんですよね。ねはい、まあそんな中、クツナさんはまあ個人としては週間ベスト選手にもノミネートされたりと、はい、まあ手応えっていうのは感じてらっしゃるんですかね。そうですね。うん、あのー、まあ自分自身体がですね、まあ171センチ80キロっていうようなまあ <laughs> まあ中背中肉ですね。あのー、向こうで言ったらもう最小クラスなんですけど、やはり。 日本人の代表として向こうに行ってるっていう、まあ、自負がありますので負けないように頑張ってますいやそんなクスナさんなんですけれども膀胱癌を発症されたのが2021年、はい、何歳の時ですか27歳の10日前ですね9月です、はあ、人生ではどんなタイミングだったんですかその時は、えー、ラグビーのトップリーグの全チームを対談して新しいチームを探そうと思っていましたでいろんなチームに自分からこうアプローチをしていた 時にですね、えー、まあ膀胱がんが見つかりまして、うん、この先俺の人生どうなるんだろうって悩んでた時期でしたね、その時期は。そうですか。はい、体調の変化っていうのはどのあたりから始まったんですか。えっとですね、便器がこう真っ赤に染まるぐらいの鮮血があの朝いきなり出てきました。うん、あの起きて、えー、トイレに行った時に、えー、まあそういう状況になったので、まあ、これは夢かなっていうふうな、まあ、ちょっと現実を信じられないような状況だったんですけど、もう急いで病院に行ったところ。 最初はですね、その20代で、あの膀胱にがんが見つかるっていう確率はかなり少ない、何万人に1人っていうふうに言われたんですけど、なので、でも一応あの、大きな病院で検査してみましょうってことで、はい、また精密検査を受けに行きましたねそれまではその体力が落ちてきたなとか、なんか痩せてきたなとか、はい、そういうことは全くなくですか全くなかったですね、もうその日の朝も、そのままあの筋力トレーニングにジムに行こうと思ってたので、うん、本当に晴天の霹靂というか。 はい、本当夢かなっていうような感じでしたね。普通にトイレに行ったら、はい、もう鮮血。はい、そうですね。そうだったんですね。で、その検査結果っていう、まあ検査結果待つまでもかなり気をもんだ時期があったかなと思いますけれども、はい、どういった結果だったんでしょうか。はい、えっと内視鏡でしっかりと膀胱の中を見たところ、うん、あのまあ本当にカリフラワーみたいなこう膀胱がですね、<ー>の中のまあ細胞ですね、はい、が活性化しているものを見たときに。 ドラマのワンシーンかのような、はい、あの久田さんをついて聞いてください。これ実は癌なんですよって言われた時になんか後ろからこう殴られたような頭をガーンっていうようなこう衝撃と、うん、まあ、真っ白でしたよねちょっと頭はそうですね、はい、そ見てなんていうかこれが癌細胞ですっていうのが、はい、なんていうか実感できましたかうんそうですねでもこうね自分の中には入ってたのでその内視鏡のカメラがでもなんかもう半分ですね自分としては ちょっとこう覚悟を決めてもうこれからまた俺の人生良くなるしかないよなっていうようななんかそんな感じでしたねもう覚悟を決めるしかないなっていう感じの気持ちもありましたね残り半分はやはり不安ですねそうですねもう暗いトンネルの中をこうにいるような先が見えない感じでしたよねはい。そうですねそのお話聞いた時にはもうその気持ちを強くするその 準備をし始めてたんですかねそうですかご家族にはどういうふうに伝えたんですかもうその日の晩にですねあの実家の両親には電話をしたんですけどやっぱり、ねまあ、父親ももうなるようにしかならないなっていう感じで、はい、頑張れっていう,いうような。 言葉をいたただきましたね、はい、お医者さんからはどんな説明があったんですか、はいえっとやっぱりこう若い時にがんができるとやっぱり進行が早いっていうふうに言われましたであとはこう膀胱の中の,その腫瘍をまず取り除くで、えー、取り除いた上でえで、ー、検査に持っていって悪性かどうかもしか見なきゃいけないしがん細胞がやっぱ外に転移してる可能性もあるって言われたんですよね。うん、なので まあ外に出ていたらやっぱ全摘出もしなきゃいけないし、まあ,あとはこう放射線とかあの、えー、抗がん剤の次の、えー、治療も考えなきゃいけないですねって言われて、まずは取り除いてみましょうっていうような感じでしたね。はい。で実際見てみると、はい、どういう診断だったんですか？二回手術をしたんですけど、はい、ええー、腫瘍はやっぱ悪性でした。ただその削った結果外には根が生えてなかったので、<ー>ええー ステージは、ねはい、123ってあ,あると思うんですけどもうその前段階の 0A っていうところで腫瘍<ー>は悪性だったんですけど転移はないですっていうふうに病室で聞いた時にもうその時に初めてもう泣きましたね。<ー>もうやっったたと思ってまたこう 生きるチャンスをもらえたなっていうふうに思いましたね。はい、あの、やりたいことをすごく書き出したってお聞きしました。けれどもそうです、ね、未来ノートですね。未来ノート。もう自分がこの治ってからどういうふうな人生を歩むかっていうところに、もう頭の考えをいかないと。やっぱりもし病気で、えー、がこう。悪性で、しかもステージがこうね。高かったりとかしたらどうなるんでこうやっぱ考え出すとすごいネ。ガティブになるので、うん、もう。 自分の頭というかこうマインドをとにかく未来に持っていってましたね無理やりでもはそのマインドをこう持っていくスピードもやっぱり早いなっていう印象なんですけれどもそうですねやっぱスポーツやっててよかったかもしれないですね <あー S 1> そこそうですか、うん、やっぱりラグビーがこう教えてくれた教訓みたいなのはあるんですかです、ね、ももううラグビーををやややっっっってて僕年年以上経つんでですね5歳かかららなの何ぱぱ一番学ばたとい 何度倒されても立ち上がることの大切さなんですよね。やっぱラグビーって痛いんですよ。やっぱタックルするときも怖いし、されてもそうですね。でもやっぱりこう試合の笛が鳴るまで何回でも立ち上がって向かっていくっていうその。 うん、気持ちを学ばしてもらったのでだからラグビーが支えてくれましたね。あそうですか、はい、じゃあ実際にそのがんの疑いがあるっていうところから手術ですっていう期間はどれくらいだったんですか、はい、約3か月ぐらいですね2か月かな早期発見だったのでその後の治療はなかったのでそのような短い間でしたねでもすごく考えさせられましたね。手術自体はどのように行われたんですかえっとですねもう 自分のそれこそ背骨に近いところに、えー、麻酔を打って半身麻酔で手術を2回受けましたね。じゃあ意識はある？意識はありました。はい、まあでもそうです意識ありましたね。はい。回復ではないんですよね。そうなんですよ。はいはい、あの本当に最近というかもう医療はすごいだと思うんですけど、はい、あの自分の尿道のところにこう、えー、いろいろと通して。 中で、こう手術したって感じですね。いや、じゃ、その辺りの手術、そして、どんな治療が行われて、その後、どういう風な、はい、まあ、その経過をたどったのかっていうのは、はい、また、来週伺ってもいいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。お送りしてきました、チェンジの時、がんサバイバーストーリー。番組では、皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスは、チェンジ、C. H. A. N. G. E.。 アットマーク A B C 一ゼロゼロ八ドットコムです。抽選で番組オリジナルクオーカードやガンサバイバーを支える一冊、ガンのハテナに応える本、ガン相談ホットラインに寄せられた百の質問と回答をプレゼントいたします。また今日のトークの様子はチェンジの時番組公式 YouTube で動画配信もしています。番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。 来週も今週に引き続きまして元ジャパンラグビートップリーグの選手で現在スコットランド最高峰リーグでの日本人最初の契約選手を目指して挑戦中の靴名健太さんをゲストにお迎えしてお送りいたしますチェンジの時ガンサバイバーストーリーお相手はヤギサでしたこの番組は小野薬品工業と日本対ガン協会の提供でお送りいたしました